どうもこんにちは、ひこもんです。ウェイっていう場でね、朝日がとても眩しいです。しかし涼しいです。今日はね、焼きマシュマロパーティーをやろうと思います。ウェイというわけで、今回はベランダにゲストをお呼びしました。こちらです。どんでんどんでんどんでん、オーブン持ってきちゃいました。これで焼きマシュマロを作ります。で、今回いろいろね持ってきました。まずはトッポです。焼きマシュマロにぶっ刺して食べようと思ってます。本当はねポッキーがいいらしいんですけどね、同じじゃちょっとつまらないかなと思ってトッポにしました。変なところで独自性を出すひこもんです。そしてクラッカーです。小麦胚芽のクラッカーにしました。甘いのはね、どうせあのマシュマロの甘さとぶつかってしまうので、これならね多分味気ないやつだと思うんで合うんじゃないかなと思いました。焼きマシュマロパーティーって言ってもこんだけです。これ2つ達成したらもう成仏ポイント入ります。ではいただきましょうか。ちょっと1枚食べてみましょうか。こんな感じに小分けされて入ってます。多分ね、水気が欲しくなるタイプのクラッカーだと思います。あ、こんな感じですね。うん、リッツみたいですね。リッツ、今日はね、リッツパーティーならぬ焼きマシュマロパーティーですからね。じゃあ食べてみます。うんうん、悪くない。やはりリッツを想像していただけると簡単です。ではまず焼きマシュマロを作ります。外でオーブンってなんか新鮮ですね。あの熱くなるところが真っ赤になったら投入します。今回中に引いたアルミはくっつかないタイプのものにしました。ただどこまでくっつかないのかちょっと分かんないですけどね。あ、もうすぐ真っ赤になっちゃいます。早いね、オーブン優秀です。これですね、クックパーってやつです。クックパー投入、いやクックパーじゃない、マシュマロ投入。一気にやっちゃいます。4つ、これよく焼き加減を観察します。すぐ焼けちゃいそうなんですよね。焦げには気をつけたい。マシュマロの焦げはとにかく美味しくないです。お、茶色くなってきました。ここだね、ここでも OK です。本当はくっついてない。あ、ちょっとくっついた。あ、くっつくわ。おい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 、あと一つはちょっと焼きが足りない。こんな感じかな。もうちょっとチャレンジしてみますか。なんかすごい膨らんなんですけど、あ、もう少し設定温度を低くすればいいかもしれないですね。あ、これはくっついてない。あーぷい。というわけでこんな感じになりました。ではまずですね、これに乗せて食べてみたいと思います。このいい具合に焼けたやつ。おおほほ、ちょっとくっついちゃうな。これくっついちゃうのが厄介。これいただきます。焼きマシュマロパーティーの開始だぜ。いきます。熱いかな、大丈夫。もうね、マシュマロが嫌いでなければこれ多分すごい大満足だと思います。これいいですよ、小麦胚芽のクラッカー。これ完璧でしょ、絵的に。今日インスタ映えでしょ。インスタやってないけど、どうせならやっぱり
挟んだ方がいいのかな、やっぱり。はい、やっぱりこの方が絵的にいいかな。インスタやってないけど、プニ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 。ただこれちょっと量が多いんですよね。でもね、これでゆるキャンっぽくなります。多分プニーって伸びますよ。まあゆるキャンと違ってね、絵的によろしくないですけどね、おっさんなので。おお、なんとなく買ってきたけど、このクラッカー正解だわ。チョコ置いてますけどね、まずチョコとマシュマロは甘さがぶつかってよろしくないと思いますね。こういう時やっぱチョップスティックは便利ですね。チョップスティックなかったらちょっと困ります。アメリカの菓子とね、チョップスティック、和の融合です。このね、クラッカーがね、マシュマロの黒さをいい感じにこうブレンドします。これだけ食べるとなんかそっけないじゃないですか。ちょっとすんごい粘っこい。じゃじゃーん、今度はこれの上にマシュマロを乗せて焼いてみます。それで焼けたらね、アルミ必要ないんじゃないかなと思いますね。こんな感じですね。せっかくなのでまた4ついっちゃいます。いや、3つでいっか。3つにしときます。で、ここにマシュマロを置く。炎がいいかな。いや、炎がいいかな。いや、炎がいいかな。置く。スイッチ入れる。では蓋を閉めます。ウィーン、ガチョコン。さてどうなるかな。お、焦げてきました。もうちょっと攻めてみます。 OKOKOK。どうでしょう。ああ、クッキーの上に乗せると全然くっつかないですね。逆にくっついてほしかったんだけど、くっつかないな。これをどう取るか。あのアルミに最初にくっついてたマシュマロがクラッカーにくっついちゃいました。くぅ、めんどくせえ。ほぼ深く、この絵が描いてあるからこっちかなと思ったらこっちでした。それは文字が右から描いてありますね。やっちゃいました。本来はこっちでした。なんだって。悪くないですね。ここでやればね、オーブンでもくっつかないのでいいと思います。なんかこれあれですね、人間の肌みたいですね。いや、こんなキメ悪くないか。おじいちゃんの肌ってことで。嫌なこと言うな。いきます。グッドです。なんかこれは絵的に綺麗ですね。雪がこう積もったみたいです。題名をつけるなら春近しですかね。雪が溶けてね、こう地面が出てくる感じです。春近し。
ちょっとクックパー間違えていたのでね、これ1個乗せてやってみたいと思います。さすがに私ももうマシュマロはもうお腹いっぱいですね。今回は正しい面に乗せてやってみます。おお、よけちゃったやつ。ちょっと焼きすぎました。でもこれぐらいやってもいいのかもしれないですね。果たしてくっついているのかくっついてないのか、世紀の一瞬です。これはすんなりここから剥がれてくれるのか、その結果は CM の後では行きます。とにかく粘っこいですね、マシュマロ。まあ少しくっついたけど、まあ許容範囲、全然マシでした。うわ、その他はすごいわ。箸掴んだらこんなだもん。やっぱすごいわこれ、クックパン。ではいただきます。やっぱしあれでもう焼きすぎですね。ちょっとあの焦げの嫌な感じを思い出しました。ちょっと色がつくぐらいでいい感じです。この小麦配合のクラッカーはもう十分試したので、トッポに刺してやってみたいと思います。それで終わりです。トッポ、トッポって私的には結構最近通過新しめのお菓子ですけどね、これはうまいっすよね。ずっと飽きないです。ポッキーの方は正直飽きました。ではこれをですね、刺さるのかっていう問題がありますけどね。あ、そうそう、薬に茶してオーブンで焼いた方がなんか表面がパリパリするような気がします。あの熱源に近づけるのはいいんですかね、よくわかんないですけど、これで下に置いて焼くとそんなパリパリ感はないですね。最後なんでね、このトップを刺してオーブンの中に入れて直に焼きたいと思ってます。楽しみです。これがトップです。知ってますね。あ、この感じプリッツみたいなんですね。なんだろうこの焼き目は。あえて模様を入れてるのか、それとも焼く工程でこういう模様ができるのか、謎です。ではマシュマロとトッポを合体します。でってって、刺さるのかなこれ。あ、刺さった。刺さるんだ。ではこれをオーブンで焼きます。ちょっと短いっすね。これオーブンにやるにはちょっと短すぎますね。熱いです。というわけでこれを使います。うわ、トッポが割れ、トッポが割れました。直に焼くのは断念します。ここに乗せて焼くことにします。バーベキューの焚き火でもポッキー熱いんじゃないかな。ねえ、マシュマロが焼くってことはそれだけ手も焼けますよ。どうなんだろう、焚き火はまた違うんですかね。もうそろそろいいかな、もうそろそろいいかな。うん、よし、よいしょ。これでもうマシュマロはやりきったんじゃないかな。完全にもう満喫したよ私は。あのね、最初の焦げ焦げから始まってね、三部作です。マシュマロ三部作の出来上がりです。ではいただいてみます。あ、くっついちゃってる。やっぱり、いや、やっぱりくっつくわ。クックパー、クックパーやっぱりくっつきますよ。ではいただいてみます。熱そうだな。やっぱり、チョコの風味が合わさっていい感じだとは思いますけど、使うなら甘みのないチョコがいいと思います。ブラックっていうんですか、
ッパーね、ここにマシュマロが少しくっついていたのでくっついたのかもしれないです。なのでこの何もないやつでやってみます。で最後の1回、これでいきます。これで本当に最後の1回です。泣いても笑ってもこれが最後、そこまで言うあれじゃないですけどね。これぐらいがいいっすね、最終的に。果たしてこれはくっついているのかくっついてないのか気になるところです。結果は CM の後。そんなことはない。あー、ちょっとやっぱりくっつくんですね。なんで一部分だけくっつくんだろう、謎です。これが集大成です。最後の1個。いい感じでしょう。ではいただきます。最後の1個です。ラスト焼きマシュマロ。いきます。いただきます。こんだけ食べてもまだこんな感じますよ。すごいな、マシュマロ。これで焼きマシュマロ3部作終了です。どうも。